はい、どうも、東足チュードレンのつくもです。ということで、ハクチュームの泡写真、あと59、続きからやっていきたいと思います。腹を蹴られて目が覚めた。視界が徐々に鮮明になる。あれ、そうか、寝てしまったのか。寝るつもりはなかったのに。視線の先の分厚い木のドアは開いていた。さっさと起きろ。なんだ、ビル。みんな、監視に連れ出された先、塔の入り口に団員のみんなが集まっていた。無事だった。なんだったんだ、捕まったり放り出されたり。ねえ、大体座長が女だってバレただけでここまですることなくない？僕はオッケーで座長はダメってよくわかんないよね。確かにその通りだ。女の男装は不吉って何なんだろうな。キキが満足げに不満げにうなずく。でも俺たちはバレればこうなると分かってやっていた。まずはみんなが無事だったことを喜ぼう。あとはトーマスが団員を見渡す。座長だけだね。あとすぐに出てくるだろう。だね。だがいくら待ってもオリビアは一向に出てこなかった。あれ、もしかして僕たちよりも先に行っちゃったのかな。いや、あいつが俺たちを置いていくわけがない。じゃあ断層してた本人だから許してもらえてないのかな。その時、塔の入り口から監視が顔を出した。おい、いつまでいるんだよ。また捕まりたいのか。もう一人いるはずだろう。白髪で背の高い女だろ。何言ってんだ、とっくに出てったよ。だからお前らが出られたんだろうが。あ、どういうこと。監視はため息をついてそのまま塔の中に戻っていった。何、じゃあ座長もういないの。帰っちゃったのかな。帰るってどこに。スペンサーのところだ。ウィル、あいつ売ったんだ自分を。スペンサーに、俺たちを助けるためにもう一度。ウィル、どうする。今からスペンサーの家に行くか。いや、行ってどうする。また正面突破しようとしたって何も変えられない。気持ちは入る。すぐにでも駆け出したい。だがウィル、大丈夫。どうしたん、怖い顔して。いや、そうだ、俺一人がここで駆け出せば劇団員はどうなる。パトロンのいない劇団の団員は不老者と一緒だ。何のためにオリビアがみんなを助けたかわからなくなる。分かっている。それしかなかったのかもしれない。頭では分かっているんだ。震える手を固く握る。まずは劇場に戻ろう。みんな着替えも舞台裏に置いたままだ。一旦帰って、それからこれからのことを話そう。うん、そうだね、そうしよう。とりあえず座長も無事なんだもんな。よかった。みんな先に戻っててくれるか。ウィルは寄るところがある。先に行っててくれ。必ず合流するよ。うん、行ってら。みんなから一度別れ、俺は駆け出した。なんでだオリビア。いや、分かっている。あいつは座長の責務を果たしたんだ。自分のわがままに俺たちを巻き込むことを望まなかった。だから自分の身をもう一度スペンサーに差し出した。理屈はわかる。他に手はなかった。キキ、トーマス、他の劇団員たち、彼らに苦行を強いるのは俺だって嫌だ。でもどうして一言言ってくれない。なんでまた一人で抱え込むんだ。俺は何のためにお前の隣にいたんだ。俺たちは一体いつまでこの運命に翻弄されればいいんだ。愛する人とただ隣にいること、そんなささやかな幸せすらも俺たちには許されないのか。女が舞台に立っただけだぞ、何が悪い。オリビアの伸びやかな声か、あのグローブ座で何人の心を晴れやかにしたか。時代に抗い信念を貫き、多くの人の心を動かした。その代償がこれか。息が上がり、喉からは水分が断ち切れている。それでも俺は走った。もう嫌なんだ、大切な人を失うのは。もう
開けてくれ。ウィリアム・シェイクスピアだ。開けろ、開けてくれ。分厚い糸を何度も叩く。低い音がそのためになる。右手の感覚がなくなった時にその扉がゆっくりと開かれた。今日はスペンサーが立っていた。表情もなく、興味なさそうに俺を眺めている。いや、どうしたの、ボーイ。オリビアはいるか。いるよ。当たり前じゃないか。ここはオリーブの家なんだから。会わせてほしい。ノーウェイ。その展開は美しくないよ。ウィリアム・シェイクスピア。言うならよくわかってるだろう。言うたちの道ははっきりとセパレートされた。交わることはもうない。それが美しい悲劇だよ。俺とオリビアの人生は劇じゃない。運命に抗う権利は俺たちにだってある。権利はある、だがパワーはない。そういうことさ。ユーは今自分がどんなに惨めな立場か分かっていない。 You and me で取り交わした約束を覚えているかい。ユーの目論みがうまくいかなかった時の担保はユー自身だった。そういうディールだったろ。でもどうやらユーは自由に見える。理由は聞かなくてもわかるだろ。スペンサーは冷たい眼差しを俺に向けていた。いつもは感情が読み取れないが、今日はその表情に分別がはっきりと浮かんでいた。オリビアか。Exactly。 そういうことだ。結局はユーもオリーブに守られたんだよ。なのにユーはのこのことミーの前にやってきた。今すぐ帰るんだ、ウィリアム・シェイクスピア。ユーじゃなかったらとっくに首をはねてる。ユーは美しい物語を書く。ユーは美しく生きることが許された人間だ。今のユーの行動は醜い。美しくないよ、まったく。オリーブはミーの婚約者になった。秋にはこの国を去る。ユーとオリーブはこのひと夏の思い出を胸にそれぞれ朽ち果てていくんだ。いい悲劇の筋書きじゃないか。ユーの書く物語のように美しい。書きなよ。ユーには近々それにふさわしい大きな舞台も用意されているし。何？スペンサーが手を挙げると、いつか見た執事長が茶色い封書を俺に差し出した。なんだ？それはユーがユーのペンで勝ち取ったものだ。ユーが持っているべきものだよ。通称裏返す。シーリングスタンプは王室のものだった。朱色のおろを剥がし、封書を開け、中には一枚の通達書が入っていた。言葉を失った。よりにもよってこのタイミングか。本当にエリザベス女王は性格が悪い。心の中のオリーブの幻影を追いかけて演劇に打ち込むのもいい。はたまた打ち消すようにのめり込むのもいいかな。ユーの道は開かれている。そっちに進むべきだよ。クイーンもそう言ってる。一つ言っておく。 What？ 俺とオリビアは劇の中の人間じゃない。美しさなんてクソくらいだ。オリビアに会うためなら俺は泥にまみれて地べたを這いずり回ることも厭わない。心から憎む相手の靴だって舐めてやる。オリビアにもそう伝えておいてくれ。そんな陳腐なポエムをユーの口から聞きたくはなかったな。俺はスペンサーに背を向けた。怒りと悲しみ、喪失感と闘争心、全てがないまぜになって身の内で熱を発している。爪が手のひらに、めり込むほど拳を強く握る。みんなが待っている。劇場でオリビアが守ったみんなが待っている。俺は一人じゃない。歯を固く食いしばりながら俺は劇場に向かった。劇場に着くとみんなが無人の舞台の前に集まっている。みんな、劇団員の視線が俺に集まる。オリビアだが、彼女は俺たちの釈放金を払ってくれていた。うん、そうだと思ってた。明日からまた満員にしなきゃね。俺はゆっくり首を振った。劇団の金を使ったわけじゃない。あいつは
自分を売ったんだ、スペンサーに。え？どういうこと？スペンサーが望んでいた婚約を受けたらしい。なんで？俺たちを助けるためだ。そんな、売り上げはあるのに。あいつはこの金を俺たちに残したんだ。だってオリビアがいなくなったこの一座が今日からまだ同じ売り上げを出せると思うか。全員が黙ったまま俺を見つめる。ミーの奴隷の面倒はミーが見る、そういうポリシーなんだとスペンサーは言っていた。そうじゃなければ俺たち全員が一斉に釈放されるわけがない。オリビアはもう二度と、舞台に立つことはないと知りながらあの空虚の屋敷にそのミーを閉じ込めた。もう二度とスペンサーのところに行かせないと俺は誓ったはずなのに。俺はオリビアを取り戻したい。でも今の俺にはその力がない。だからみんなの力を貸してほしい。それはもちろんいいけどさ、具体的には何をすりゃいいわけ？俺はスペンサーから渡された封書を掲げた。何それ？手紙。俺たちに宮廷演目が任されるらしい。座長いないじゃん。いや、エリザベス女王の言う通りにするしかないんだ、この国の人間は。そうだけど。そしてそれはどの身分の人間でも同じだ。やろう。どうせ今日から公演はできないんだ。準備はたっぷりできる。呼ばれてるのいつなの？7日後、ちょうど1週間だ。どこがたっぷり？ハムレットの時より短いじゃん。俺たちは上演は中断された。最後の、そう、最後なんだ。最後の座長と立てる舞台、注目まで演じたくないか、みんな。邪魔されっぱなしは尺だろ。そうだね。じゃあハムレットやんの？いや、新作だ。新作？昨夜オリビアと二人で完成させた。絶対にエリザベス女王も満足する。今から全員分の台本を用意する。1週間でセリフも動きも全部叩き込んでくれ。オリビアのドヤシは全部覚えている。嫌になるくらい再現してるよ。うわ、結局最後までドヤされるのね。新作はあれでしょ、座長とウィルの話。俺はうなずいた。タイトルはロミオとジュリエット。1週間、グローブ座の興行を完全にストップして俺たちは稽古に打ち込んだ。俺がロミオ、ジュリエットはもちろんオリビアだ。だがここにはいない。オリビアは舞台上に呼び出せるとしたらエリザベス女王しかいない。今回の演目選定はエリザベス女王直々のものだった。それも想定通りだ。芝居好きの興味をかきたてるように街の話題を作った。それでもエリザベス女王と話ができるのは公演の直前だった。宮廷に集まった貴族たち、コロナ禍の誰もヒロイン不在でこの場に来ているとは思うまい。一か八かの賭けだった。玉座の前で俺たちはひざまずき、謁見の時を待った。そしてふわりと甘い香りが鼻に届く。バラの香りだ。人の気配が裂けたままの頭上で移動していく。しばらくして人の流れが変だ。お前たちがグローブ座を拠点にしている一座か？はい。ウィリアム・シェイクスピアとやらは？私です。あげろ。俺は顔を上げた。真っ赤な服をまとった女が優雅な笑みを浮かべて俺たちを見下ろしていた。これがエリザベス女王か。ずいぶん評判になっているな。光栄です。今日は喜劇か悲劇か？悲劇をお持ちいたしました、女王陛下。デンマーク王室の話らしいな。いや、女王がかすかに眉を寄せた。今日のために新作をお持ちいたしました。ほう。エリザベス女王が口元に微笑みを浮かべる。面白い。すぐに始めろ。できません。何？空気が張り詰め、その音が聞こえたような気がした。その場にいる誰もが息を飲んでいるのが分かった。まだ役者が揃っておりません。エリザベス女王の顔から表情が消えた。どういうつもりだ？私たちの座長オリビア・ベリーは今望まぬ婚約を強いられ囚われの身になっております。私たち劇団員の自由と引き換えに。オリビア・ベリー、お前たちの座長は女なのか？その通りです。
エリザベス女王は俺をじっと見つめている。一週間前のことはまだ女王の耳に届いていないらしい。座長が女であることが周知の事実となり、我々は上演中に投獄されました。災難だったね。抑揚のない声で女王はそう言った。なぜ女を舞台に立たせていた。答えによっては牢に逆戻りだぞ。それはオリビア・ベリーをご覧いただければわかります。エリザベス女王が目を覚める。彼女は舞台に立つために生まれてきた人間です。彼女を舞台から下ろすことはたとえ法であってもできません。オリビア・ベリーの心は常に舞台と共にあります。この国に私の権限の及ばぬところがあると。あります。それは誰の心の中にエリザベス女王の瞳が光る。自分の全身が泡立ったのが分かる。拳に力を込めてフレアを押し殺しながら女王の射抜くような視線を受け止める。口を慎め、ウィリアム・シェイクスピア。ここは舞台上ではない。分不相応なことを言えばその首切り落とすぞ。この首であればいくらでも。もともと拾われた命です。エリザベス女王は無言のまま俺を睨みつけた。私たちはオリビア・ベリーなくして陛下に真実の愛の物語をお見せできません。陛下の ご祭壇は。どういうことだ。舞台に立つ者の性別規制の撤廃、それにその圧政のために望まない婚約を結んだオリビア・ベリーに自由。場が再び張り詰める。触れれば切れてしまいそうな空気が俺と女王の間に漂っているように思えた。女王は口を閉ざしたまま俺を見据えている。お前はそれを言いにここに来たのか。今日は真実の愛の物語をご講覧いただくために来ました。その上演に必要なことを提言しているだけです。沈黙。エリザベス女王が何度か瞬きをし、控えている従者が一度女王の顔色を伺い見た。お前の望みはどちらも叶うことはない。無礼な願いだ。身の程をわきまえよ。は。俺は媚びを垂れた。艶のある床に顔を向けたままきつく目を閉じる。ダメだったか。現実は戯曲のようにうまくいかない。外せ。顔を上げる。その言葉は俺に向けられたものではなかった。集まっていた人間が退出していく。劇団員たちも別室に行かされた。俺とエリザベス女王、それに側近の二人だけが王の間に残った。俺は目を泳がせた。お前は私を買いかぶりすぎだ。私にそんな力はない。エリザベス女王の顔に柔和な、笑みが浮かんでいた。それは威圧的なものではなく、むしろどこか寂しげな微笑みだった。何を。女の対等を良しとしないのは法ではない、宗教だよ。婚礼の儀もまた同じ。従婚はできぬよ。一度神に誓ったことは私の力ではどうしようもない。女王は神ではないのだ。俺は呆然と女王を見上げた。何かを言おうとして口を開きかけたが、何の言葉も出てこなかった。面白いのか。はっ。エリザベス女王が小さく笑った。お前の新作だよ。はっ。人類の続く限り語り継がれる物語だと自負しています。大きく出たな。芝居好きとして見逃す手はないか。俺は女王にうなずきを返した。生涯にわたり今日という日に後ろ髪を引かれることになりましょう。死ぬまで後悔すると。はい。大きく口を開けて女王は笑っていた。どの表情も人間のものだ。俺たちと同じように感情のある人間の表情だった。オリビア・ベリーとやらはどこにいる。は、ハロルド・スペンサーのもとに。スペンサー。ああ、あの変態地主か。女王は呆れたように言った。なるほど。新大陸に連れて行く妻にそのオリビアを選んだのか。オリビア・ベリーを呼べ。従者の一人に向かってエリザベス女王が命じた。従者は頭を下げそのまま部屋から出て行った。エリザベス女王がいたずらっぽい笑みを俺に向けていた。女の座長など呼んでどうするつもりか知らぬが、舞台に立っていいのは男だけだ。
それは分かっているな。は。ただし、感激は久しぶりだ。今日は役者の性別にまで気が回らぬかもしれぬ。そもそも観客の方にそんなことを気にする余裕があるなら、お前はホラ吹きとして斬首だ。真実の愛の物語なのだろう。はさっさと準備を始める。はい。はい、というところで、まあね、いよいよというところなんですが、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。